変さ。どこかで大冒険でもしてたのか。の物置小屋、 B 通気を殺した利休の茶室、 C ウミガメが卵を産み落とすために掘った穴、 D 魅惑的な穴。怖い怖いって言ってたよ。ファイナルアンサー？正解！新先輩、俺とトモヤもう引き上げるから。どうしよう新先輩。だって俺本当なら今日バイトあったんだぞ。それなのにトラブルだって言うから呼び出されて、トモヤまで活躍させて協力したんだからな。俺は明日もバイトで朝が早いの。それに この問題って俺は確実に外野だから、っていうかベンチ、っていうかブルペン、っていうか観客席、お茶の間のテレビの前、つまりものすごく俺には関係がないことだ。ま、3人と2匹で話し合ってみろよ。じゃあな。ダメっす。ダメなものはダメっす。この子犬さんたちは汚れてしまう。やだ、俺は敵の情けなんか受けないっす。男ですから。男は自分の認めた王にしか従わないものなんす。違う。先輩を悪く言うな。
そのおかしさとかじゃないっす。アドバイスっす。ねえ、タマちゃん。翔吾先輩には分からない。飛田先輩はすごく純粋な男なんす。確かに確かに飛田先輩は天の弱なところがあるっす。冷静でシャイで知的で闇と孤独を愛する熱い男っす。少なくても翔吾先輩みたいな卑怯者じゃない。翔吾先輩みたいに自分で自分の気持ちをだまくらかすみたいなことはしない。飛田先輩は自分の思うように生きてる。自分の気持ちにすげえまっすぐな男なだけっす。わかる。男っすから。
優しい。どこが違うかわかる？響ちゃん？響ちゃん、ダメ。あげない。あげない。ショーゴ先輩、あげないよ。絶対タマなんかにあげないよ。
なのためだったんだ。この子犬さんたちの名前、何がいいかな。こっちは黒で、こっちは白かな。あ、ダメかな。うん、マグロさんがそう言うなら、それがいい。じゃあ翔吾先輩、行ってみてくださいよ。バカにするな。男の勝負に遠慮は無用っす。